はい、どうも TT です。引き続き G1 牧場ステークス続けていこうと思います。前回はドサンコソウル編やりましたね。で、この子が今 G3 まで来ました。ただ G3 のレース1回出たんだけど、あれなんだ、今 G3 消えた。ちょっとね、厳しい戦い、まあ4着かになっちゃったん で、このドサンコソウルが頑張って産んだこのピザドサンコが残り1ヶ月で成長するんだけど、今回はね、こいつに期待していきたいなと思ってます。まあでもドサンコソウルもね、結構頑張ってくれてるんだけど、頑張ってくれて G3 まで来てるから、これ次レース出れるんじゃないか、なるべく稼いでもらいたい。いや、どうしよっかな。これミント銀ステークスまだ買ってないから、これいくか。うん、これいってみよう。もう限界分かったんだったら、ちょっと違うね、クリアしてないやつ頑張ってもらうっていうのもありだな。ミント銀ステークスはね、前回クリスケが頑張って出たんだけど勝てなかったからね。さあ、栗魂。そろそろ効くなのか。あと何ヶ月、そろそろ成長しそう。いいよ、ピザと3個期待してるからな。さあどうだ。これだけど、多分生まれた時から成長のデータは出てるから、まあこれは勝てるでしょう。うん、いけ。栗魂が2位だったっけ。でもドサンコソウルのが早いし、距離的には600m ぐらいか、400、これが正解か。うん、いいね、いいね。体力もしっかり残してよ。 G3 馬がこんなところで負けるのよ、こんな田舎のクソ競馬みたいなやつに。圧倒的な差で G3 馬。おい、大丈夫か。追い込んできたぞ。 G3 馬を見せてやるんだ。オッケー。びっくりしたよ、追い込まれてきた時には。オッケー。これで勝つと何がもらえる。農家と羊飼い、知名度が上がる。初優勝おめでとうございます。ドサンコソウルの活躍で弊社の預金残高もうなぎ登りです。よかったね。今回はそのお礼も兼ねて特別なアイテムを送ります。ご活用ください。馬メダル25枚。なるほど。設計図、カフェ、研究室、ホーム強制指導可能。これ何、研究所、新しい観光施設。観光施設を増やすっていうゲームなのかな。馬育てるとかっていうよりも観光施設、まあね、観光施設稼げてきてるから。ピザドサンコが大谷に成長しそう。おや、ピザドサンコの様子が、来い。メタボン系の競走馬。おー、なるほど。因子の受け継ぎ、 VG ハート、ハートが重なる SG ゲート能力いいじゃん。 CDDB+、 これ強いんじゃない。どうもこんにちは、私は健康野菜をメインに扱う近隣農家をしています。ミント銀ステークスで活躍したドサンコソウルが育った牧場には何か強さの秘訣があるに違いない。そしてそれを私の農場にも取り入れたい、そんな思いでやってまいりました。見学が楽しみです。農家さんが牧場見学をされます。見てってくれ、お金を落としてってくれ。ギーノ、3ついける、金あるから高いやつやっていきたいな。高い方がいいってことでいいんだよな、速度。待って、もう90、待って、 D の段階でも95%いけんのこいつ。ピザ期待できるかもしれん。いいよ、速度大丈夫だな、習得できました。で、瞬発 95%。 そろそろ C 能力とか欲しいけどな。
なんか新しいのを習得しないかな。瞬発を習得。あ、今覚え研究してるやつもしかしてこっちのこの能力かな。新しい機能、そうだな、ホーム強制。ちょっと待って、ホーム強制は C、 速度と瞬発13。まあ C だからやっとくか。 5%、 うわ、まあまあ使うな。 80% ぐらいでいってみる。いやー、まあまあ使うけど C ってことはそれなりの効果があるんでしょう。期待してます。失敗はしないでくれ。5回に4回成功するよ。5回に4回成功するよ。5回に4回は成功。よし、 OK で、特別調教もしていこう。クマックスがやってくれる特別調教、金かけていいな、こいつは。大成功、いいよ。瞬発、わ、もうこの時点でめっちゃ強いかも。タフネスマスター、金使ってこう。金そこそこあるからスタミナしっかり上げといてほしい。やっぱスタミナ結構重要だと思うんだよな。最後にまくられる可能性あるもんね。はじめは結構これ練習して調教して休ませて大丈夫だな。あ、オッケー。で、ドサンコソウルもちょっと疲れてるから一旦休ませつつ、あれ、待って、ポニー、なんでポニー、ポニーなんでこれピザと3個教え乗ってあげないの。ポニー何してんの、何こいつ、やる気を感じられない。客車カフェ、なんだこれ、これどこ置く、まあ、この辺置くか、わかんねえけど。はい、観光客、一大観光スポットを目指せばいいんでしょ。あ、これなんかと隣に合わせた方がいいとかあんのかな、全然考えなくったけど。ドサンコソウルまだ疲れてんな。でピザは、あ、金結構減ったな。まあでも開けてこ。でももうレース出れんのか、よく考えたら。出れるなら出てってもいいかもな。よし、あんま疲労ためないうちに行くか。もう一回やっちゃうか、やっちゃえ。よし、これでいこう。 OK、 これは早いよ。新馬戦、シンバ特別競争、シンバ特別でいいのかな。ピザドサンコ、サチスケだな。サチスケの方が能力高いから。いや、これめっちゃ期待できる。ちょっと待って、能力、馬の能力みたい。あー、でもやっぱドサンコソウルの方がまだ全然強いけど、まあでもピザドサンコ限界見えてないから、まだ別に、まだ新馬戦だしね。いや、ちょっと強くできるだけしときたいな。気力あるならスピードマスターもやっとくか。折り紙マスター、何、折り紙マスターの意味がちょっと俺には分かんないけど、気力ガンガン使って、おー、いいぞ。あー、でもあんま疲労ためたくないぞ。こんなぐらいにしよっか一旦。レースも控えてるしな。5万4000しかない。ほんとお金すぐカツカツ。まあでもここでね、頑張って稼いでくれれば。ちょ、観光客少ねえな。ちょ、バス停とか置けねえのかな。バスもっと来させたいな。あ、ドサンコソロもだいぶ疲れ取れてきたね。出したいな、レース。出馬投票ってなんだろう。最新数。出馬投票。なんだ、どういうこと、出馬投票。まあ、いっか。よし、じゃあ次、レースまで行こうと思います。さあ、行こうか。新馬特別競争。
圧倒的な差を出してくれるような気がするんだよな。作戦一番人気だろ。もう行くか。いや、まあ、一旦見るか。いや、この能力ならいけるでしょう。差しで、いや、調子に乗ったかな。前回もな、新馬戦勝ててないんだよな、一レース目で未勝利戦で勝ってたから、ちゃんとおとなしく差しとかさ、先行とかしとけばよかったな。なんか先行と逃げが勝ちやすいけど人気が上がりにくいみたいな。だ、差しと追い込みは勝ちにくいけど勝った時に人気が上がるみたいな回だったよね。まあ差しとしては場所は別に悪くないけどな。まだでも半分ぐらい、うん、レースはまだ中盤、距離も結構あるね。スタミナが持つかだな。まあ大丈夫か。半分過ぎて半分以上体力ある。ん？一番逃げてるやつがまだ見えてないのか。逃げの馬が大丈夫か。あ、見えてきた見えてきた。そろそろギア上げてった方がいいんじゃないか。大丈夫か。そろそろギア上げて、うん、あ、残り 100m だよ。いけ、どうだ、いけるか、いけるか、いけるか、いける、いけ、いけ、いや、だ、どう ?2 位。うわー、やっぱ先行にしとくべきだった。調子に乗ったよ。先行だったら勝ててたかな。うっそー、期待してたのに。ん、演奏家、はじめまして。私は時々レースのファンファーレを演奏しているものです。この前吹きながらチラ見したピザと3個がかっこよかったので、今日は見学に来ました。2着だったけどな。空気も澄んでいますので演奏の練習もしちゃうかもしれません。いや、うるさいって、うるさい、やめて。馬びっくりするから。しねえか、 G1 で鳴ってんだから。しねえか、そんなんでダメだったらもうダメなのか。いや、どうしよう。1600万ぐらいでしっかり稼ぐか。この知名度を上げていくっていうのも多分大事なんだろうな。まず1600万でドサンコソウルでポニー行ってみるか。いや、どう、そっか、勝ちたかった。もうちょいだったな。完全にこっちの指示ミスだな、それは認めるわ。ポニーすまなかった。いやピザド参考、まあでも特別調教しとくか。次はもう負けないように。いや、そっか、悲しいな。完了、大成功、出ろ大成功。あ、もうお金がない、お金がない。ちょっと父さんこそオール稼いできてくれ。いやー、負けるレースじゃなかったな、後悔してる。くそー。だから今ので勝てないことによって未勝利戦を一回挟まなきゃいけなくなるんだよな。だから一レース分損してるというか、っていうことだよな多分。違うのかな、そういう子だと俺は思ってんだけど、どうだろう。まあいけるでしょう、ポニーでもいけるでしょう。ここはちゃん先行で、うん、勝ちに行こう。ドサンコソウル、ここなら勝てるから。いや、でも G3 出てってもいいのかな。たま、まぐれで勝つ、いや、どうした、スタート遅っ。まぐれで勝ったりすることもあんのかな。そういうのもあるのかもな、ひょっとしたら。さあ頑張ってポニー。さあ、悪くないね、悪くないよ。ポニー華麗な走りしてる。なんかポニー微動だに、あ、後ろの騎士もしてないか。あ、待って、大丈夫か、
並んでる。デッドヒートデッドヒートデッドヒート、いい勝負いい勝負いい勝負。ただ体力もあるから負けない負けない。オッケー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 。やっぱ1600万。うわ後ろから白馬が来た白馬が来た白馬が来たぞ。どうするどうする、大丈夫か大丈夫か、逃げ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 。うわまくられた。頬のブルブルがかっこいい。 0.01 秒、 0.01 秒差。うわなんだよなんだよ今の。こんにちは、 IT 業界のホープことメグコムネット社のものです。メグコムネット広報、この度弊社の引っ越し記念として草競馬を開催することに取締役会で決定しました。珍しいアイテムも商品に用意してますので、ぜひしゃれ。メグコム大商店、これじゃあ行くか。いやピザと3個、いやどっちもくそー、そうだな、悲しいな。出れるかな、ほら未勝利戦出なきゃいけない。サチスケ、いや今騎手がサチスケだったらよかったかな、そういうのもあるかな、やっぱり。いやーなんか指示が悪いのか。いやこん馬の気持ちが分かってないんだな。こんなんじゃ俺競馬勝てないぞ。俺は万馬券出したい、ま、万馬券出したい厩舎、何これ厩舎名忘れちゃったな。万馬券出したいっていうのを覚えてるけど、見学客、あこれ見る、ああこいつらを穴場予想士とかいる。注目のレース梅のミステークス、期待感、こいつらが満足したらなんかくれたり、あ満足して草レースを主催してくれて、そのレースに勝つとなんかもらいたいとか、そういうことか。なるほどね、はい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 。ピザと3個はもう疲労だいぶないね。と3個ソウル、と3個ソウルは次草競馬だな。今何歳、3歳だっけ。これは余裕で、いや調子に乗るな、俺調子に乗るなよ。だけどここはいけるでしょ、5頭だし、さっきでも能力も上がってるでしょ。頼むぞピザ、いやピッツァ、ピッツァ頼むぞ、ピッツァと3個。さあいいよ、サシでそれならもう、なんかすごい、ああこのなんか炎みたいなやつは何なんだろう。その鞭打ってるよってことだよな多分。俺のあこれ鞭打ってるよってことだよな。この間スタミナ結構減るよ。よし完璧。サシで勝ったからどう？人気ガン上がるみたいな。あーでもそっか、そこはもうパンプキンなんだ。パンプキンはもうマックスなんだな。父さんピザ。いざちょっと11万回復、疲労なくして、ああだけどどっちにしろ次のレース明日のレース出れるわけじゃないからいっか。速度上げたいん、ああこれで上げるか。どうだ大成功10。いやもうちょい上げときたいよな。9、まあ、一旦疲れさせてもいいからスタミナ負けたい。よし OK 大成功。あ OKOK 一旦これで、で明日はじっくり休んでもらって行こう。トサンコソロもいけるな。うん行こう行こう。メグコム大商店ダート得意だから、うちダート得意だから、もうあれだからね、メインの馬はサチスケで、てかもうレースはサチスケでもいいか。レースサチスケで、ポニーは教育係だったら教育係の騎手でなんかいいやついねえかな。
調教が高いやつ。引く引く。でもこれこまめに見てたらメンバー変わるから、こまめにしっかり見てチェックしていくっていうのが大事だと思うんだよな。だちょこちょこ見ていこう。さあ、メグコム、メグコム大商店で何もらえるかだよな。あ、待って、俺建物なんかもう一個建てれるのあったんだっけ。いや、ないか。お店でこれ建てて、あ、そっか、あとはあれか、特別あの機能のやつか、能力上げるやつつけたんだ。馬メダルももうちょっと欲しいな、くれるなら。休むよな、ピザと3個休むよな。うん、休むね。と3個ソウル、あ、結構ちゃんと体力回復するな。うん、ピザと3個も。さあ、メグコム大商店、メグコム大商店勝てるかな。うん、先行、もうここは勝っていきたい。ミナコのファイター、ミナコのファイター出てきよ。は、判決大王パペポペポ、パペポペポ、パペポペポ、メグコムポニー、メグコムコニー名前つけてるな、この会社が持ってんのかな。でもうちダート得意だから悪いけど、ダート得意なんですよ、ポニーちゃんも多分。見てください、うん、出遅れた、でも大丈夫、いいよいいよ。横チラ見したりするんだな、横抜く瞬間に見るのかな。もう抜かれることはないでしょう、このままね。ちゃんとスタミナキープしてよ、ポニーちゃん。このポニーちゃんはね、俺 F1 レースをねやってる時にもポニーちゃん使ってたのよ、長いこと。ポニーちゃん結構ね、能力的にはね、 F1 レースの時にはね、おい、ちょっと抜かれてるって、ポニーちゃん、なんでそんな外回りすんの。え、ポニーちゃん、ポニーちゃん、ポニーちゃん、あ、まだまだ半分か、体力大丈夫かこれ、距離長っ、これ大丈夫なのかな。こいつに抜かれて、こいつももうスタミナつき、じゃ一気に、どうしたどうしたどうした、ポニーちゃん、ここ追い込みとかの方が良かったのかな。これもうすごい戦いになってきたよ、とても先行馬とは思えない位置にいるけど。あ、これちょっとレベル高い戦いだったのか、もしかして。さあどう、ポニーちゃん全然ダメか。あ、全然ダメじゃん、おいおいおい、ドサンコソウルでこれか、スタミナ足りないのかな。ドサンコソウルの速度が2アップって、こいつも限界じゃないの。あ、違う、そうだよな、もう上がって速度が203で上がってないよな。ピザドサンコレースそろそろ出したいんで、ちょっとマッサージで切ろうとそう。次は何出れるかな。1000万、うん、じゃあ500万か、500万レース出れるで、500万出たらそうだな、一旦能力500万ぐらいはもうこの能力だったらいけると思うんだよな、レースに出る500万。はい、でサチつけ行ってこい。よーし、じゃあレースまで行きましょう。さあ、ついに500万条件戦だね。これスタミナとかってちゃんとあれかな、なくしといたか、なくしといた、ちゃんと回復させといたほうがいいかな。いや、さしていけんじゃねえか、調子乗ってるかな。先行でちゃんとしっかり勝ちに行くか。ここの人気どうなってんだろうな。まあでもここ何回かやってるから勝ってるか、勝ちにさえ行けばいいか。ファンのね、期待に応えれるかどうかっていうのもやっぱり大事だと思うんだよな、プロとして。
プロフェッショナルとしてみんなを満足させる、楽しませる、そしてそうエンターテインメントとして、こっちはねなんかキャップみたいなのかぶって競馬してるけどみんなヘルメットみたいなのかぶってるのにこいつキャップみたいなのかぶってるけど本当に競馬なめてんな、もう余裕だな、まあ、そうだよな、500万ぐらいじゃもうね負けないと思ってた、もう大丈夫、全然圧倒的な差だよ、あやっぱフルだな、よかった、ここは勝てばいいな、いやいいぞ、ピザドサンコもいけんな、いやドサンコソウルをじゃあどうするか問題だよな、でも稼がせるんだけど、あもう4歳か、あ1月だから4歳か、まああと1レースぐらい出るか、1600万、うん、でサーチスケでいこう、いや G3 いこう、頑張ってみよう、もう一回ラストに、これでいけなかったらもうドサンコソウル引退です、いやでも1600万で稼いでもらうっていうのもありだよな、あでもピザがなそこそこ稼げる、もうだったらそっかドサンコソウルもう子供作りに専念してもらってもいいかもな、てかそろそろ新しい馬来ねえかな、強い馬ねいてもいいな、こいつまだ能力の限界見えてない、見えてない、もう速度は超えてる、スタミナは、あスタミナはまだ超えてない、器用さは、あ器用さは超えてる、瞬発は、瞬発も超えて、あもうピザと3個の時代だわ、もう時代が数値として出てるわ、そうかいいね、どこまであと上がってくれるかだよな、ピザと3個が、あんまり回復しねえんだよな、これ自体を、あこれ睡眠の質を上げるとかそういうことできたらいいのにな、したらちょっと金かけてもいいよな、思ったほど回復しないから、さあ梅のミステークス、まあここ勝てなくてもちょっと逃げとかやってみるか、3番人気逃げ、いけ逃げってどんぐらい逃げるのかだよな、そのまま逃げ切ってもいいし、いけ、いやスタート遅っ、え1番ね、あいつも逃げなのか、逃げ同士、逃げで指示してんのに逃げ切れてなかった時点でもう勝てないのよ、大丈夫それもう勝てないくないそれ、いやもう逃げじゃねえな、もうもうスタミナも全然ないし、このなんかヒートみたいな、あーもう使っちゃう、そこで使っちゃう、もうこれ以上は馬なりに走るしかない、やっぱ G3 は無理か、うわあいつ早っ、これいくらもらえるの、いや2万もらえるの、でもいやでもファンからの評価がやっぱ上がらないな、これだとピザドサンコ、まあ一旦今日は練習してもう一日、うんもう一日休むか、そうだな、よし、もうそろそろでもマックスになっちゃうかな、あでも結構上がるぞ、速度上げたいな、よしどうだ66、結構期待してるぞ俺お前には、器用さって何、器用さって何だっけ、あー見れないのか、瞬発持ち上げろ、もう金もねえぞ、頼むぞ、しっかりお前が稼いでくれよ、オッケー、
っかり休んで、いやまあでも次のレースぐらいだったら休まなくても、いやいやいや休ませよ休ませよということで、次はこいつピザド3個を1000万あのレースに出すところまで一旦ちょっとカットしようと思います。まああとはねここね休ませとくだけなんで一旦ちょっと進めます。さあ来ました、関西競馬場に6頭の競走馬が集まっています。先行ピザド3個1000万レースですね。行く。さあまあここぐらいはもうだって勝てるはずなんだよな。ああいいスタート切った。器用さみたいなのが関係あんのかな、瞬発力なのかな、何が関係あんのか分かんないけど、まあ能力上げとけばいいってことでしょう。余裕だね。うん、先行にしてるからね今のところ、今のところっていうかまあとりあえずは、いやいいぞ G3 見えるかな、そろそろ G3 ぐらい勝ちたいけどな。はいはい、これどういうレースまであるんだ、世界とかまであるのかな、1600のレース一緒に出すかな、2頭ともピザと3個ちょっと疲労があるから回復するか。でこれ寝たら出れるんじゃないかな、出れないかな、1600万すぐ出しちゃいたい。どうだろう、いけそうな気もしないでもない。もうだって時間がないよ、年齢は待ってくれないから。これで1600万エントリーする、でこいつもドサンコソロも出しちゃおう。あいけるね、よし、じゃあこれでまた行こうと思います。で一晩開けたけどピザドサンコちょっと疲れてるかな、ここでマッサージさらにするか。あ待って、ついにこいつ瞬発力マックスになっちゃった。そうか、もうマックスか。269こいつは221、あーでも全然強い。どうしよう、もうドサンコソウルじゃいらんなどんどんなんかいらん馬出てくんなってなったら、もうやっぱ初めの馬もいらん、基本1頭でいいな、可愛がるのは。でそいつらがもう子供産んでっていう感じで良さそうな気もする。勝ってほしいのはこっち、あ今逃げのままにしてんだ、あーそっかそっか、逃げと先行になってんのか。あちゃんと逃げれてるね、いいじゃんいいじゃん。ただスタミナは、さあいい勝負、さあどっちが勝つ、どっちが勝つ、まくれるか、まくってくれた方が嬉しい、まくってくれた方が嬉しいが、おお意地を見せるのか、おっと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 、抜いた抜いた抜いた、ドサンコソウルの時代は終わった。だけど1600万で結果出してんだったら、うん4万4000稼げてるしね。あ G3 よしよし、しっかり休ませよう。ピザと3個まだ2歳だからね、こいつはドサンコソウルは売るか、これどうなんだろうな、流れリッチもういらんよな。いやだけどドサンコソウルの方が安いんだよな。まあでも売っちゃおう。はい、今までありがとうございました、次の場所でも元気に頑張りますというような顔をして乗馬クラブに引き取られてきました。ドサンコソウルを、うん、まあこいつは1600万で出しといて、やっぱりピザをどん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 次の人も反映させていきたいな、まあ、どっちも疲れてるよな、まあ、どっちも G3 出すっていうのもあるか、
したら1頭枠開くからね、1頭ひょっとしたら一番人気とか潰れてくれるっていうか、邪魔してくれたらチームで勝つってことできないのかな。まあ一旦1日は休憩させんダメだなこいつら。しっかり休ませないと次 G3 だからな、勝ったことないからな。まあでも大商店、メグコム大商店出してもいいけどな、これも早かったな。どっち出そう、一旦メグコム大商店もありだよな。トールだけ取っときてっちゃ取っときてよな。どうしよっかな、調教。まあ休むでしょ、休んで寝たらドサンコソウルはもうレース出てもいいな。だけどピザはまだだな。いやドサンコソウルで前回勝ててなかったから勝てないよな。どうしよっか、悩みどころだねこれ。これやっぱりこっちの方がゲージの溜まり早いかな。うん、そう若干早いか。こいつの方がサチスケの方が調教能力高いんだよな、だから若干高いかもね。いやどうしよっかな、 G3 出してみたい気持ちもあるけど、一旦このメグコム勝ちに行くか。うん、 G3 は2等体制で、でちょっと待って、こいつ土産庫をちょっと回復マッサージしとこう。もうこれでちょっと下げて、あとは寝て起きてだな。疲労もうちょっと回復してくれないのにな。まあだけどしゃあない、で起きてからもう最悪マッサージもう一回したっていいんだから。いやでも結構減ったか。うん、結構減ったかも。よし、こんぐらいだったら大丈夫そうだな。あとは勝てるかどうか、レースに。よし、ちょっと残ってんな。どうすっかな、ピザード3個。一旦これやってで休憩多いぞ、でマッサージしよう。ここ本当に勝ってほしいな。よし、まあいけるかな。ピザトさん、メイコム大商店、ピザが出るの初だから。どうだ、あーいけそう。一番二番人気取ってればいけるでしょう。こんなレース、いやでもな、ピザ出ないとちょっと危なかったよな。あーピザいいスタートした。まあどっちも先行にしてるよな。うん、さあどっちが勝つ。まあピザが勝つんだろうな。これってそうだ、距離長かったんだ、そうだそうだそうだ、だいぶ距離長いから途中で抜かれたりしたんだもんな。これじゃあ先行じゃない方が良かったのかな、このコースとかって。ちょあんまり頑張るなよ、ちゃんと足ためとけよ。うん、いや早いな。さあどっち、ちょっと待って、これって馬をさあ、あ変えれるね。こっち見とくか。ピザやっぱ頑張ってもらいたい。あでもスピード27キロ27キロでスピード的には一緒だ。
あ、横見てる横見てる、話してるお前何会話してる、なんか楽しんでる。え、もう終わりか。あ、もうすぐゴールだ。さあどうだ。さあ際どい戦い。あ、でもこれ別に2頭出さなくてよかったな。うわ失敗した。ここは1頭でよかったのか。まあいっか、ピザと3個、馬メダル25。あ、馬メダルしかくれない。でも副賞でしょ。あ、来た。トーチバ60枚だけど、これで馬の回復すごいできるんだったら助かるかも。馬の回復めっちゃしたいからな。ちょっと休んでほしい。こんにちは、いつもスポーツ新聞で競馬コーナーを欠かさず読むファンの読者です。営業社員、メイコム大商店で活躍したピザド3個をぜひ見たいと思って仕事の合間を見てやってきました。なんか営業成績が上がるヒントが見つかればと思いますが上がらんだろ。上がるかな。上がるか、馬見てたら上がるか。そりゃ基本的には楽しんでいきたいと思います。営業社員が牧場見学。ちょっとごちゃごちゃついてるけどごめんな。あんまり奥入ってきてほしくないから。こっちやっぱ馬優先で生活してるから、観光客はやっぱこの入り口ぐらいでこじんまりソフトクリーム食べたりお土産買ったりしてってくれれば馬も負担にならないからね。え、実際どうなの、このさサラブレッドを育ててる厩舎に見学行くことってできんのかな。あ、配置替え、あ、配置替え欲しい、配置替え欲しい。トーチバ、じゃあこれはここにすっか。はい、ここ休憩2セットね。配置替え欲しいな。まあ別に今んとこ配置する予定は、配置替えする予定ないけど。早く立って。あ、寝てる間に立てんのか。そういうわけでもないのか。夜中、あ、出た。怪我や骨折から早く。え、怪我や骨折とかもあんだ。疲労、調子が上がる。疲労、あ、でも疲労の回復的には一緒なんだな。あ、じゃあやっぱそっちなんだ。怪我してるわけじゃないもんな。よーし、じゃあ一旦こいつら休憩、疲労溜まってるから明日だな、レース出すのは。うん、ということで一旦じゃあちょっと放置、1日放置して翌日まで待とうかな。よし、回復したんでピザと3個 G3 行くか。いけるかな。2投目ドサンコソロも行ってみるか、せっかくだから行こう。でピザドサンコを特別調教で能力負けとこう。スピードタフネス、タフネス上げとくか。うん、大成功してほしいけど、うん、大成功する、大成功する。速度上げるかな。速度、あー違う、ここのポイント取っときたかったんだ、ミスった。あー、でも大成功したら仕方ない。であとはマス、あー速度マックスになっちゃった。もう限界見えてきたな。これで勝てなかったらもう勝てないってことだもんな。ドサンコソウルはもう限界だもんね。そうだな、特別調教やったって上がらんよな。ちなみにこれが205、229、246 失敗、やっぱ上がらないんだな。失敗するだけなんだな。なるほどなるほど、なるほどね。知っとくことに意味があるからね。もうじゃあこいつ4歳だっけ。そうだな、このレース出て売るかな引退というか売るかな。売る意味はお金になるからいいけど、引退し
て牝馬にするってどういう、別にだって引退しなくたって牝馬にできたから、牝馬、牝馬でいいんだよね。子供産ませる馬、種付け種馬、まあオスなんかメスなんか知らんけど、牝馬ってオスメスのことだっけ、なんだっけ、馬の呼び方すらよく分かってないわ。牝馬、牝馬ってオスメス、馬、子供産む馬のことをなんて言うんだろう、ちょっと調べとくか。さあ G3 の当日になりましたね。さあ梅のミステークス、全然勝ってないよ、ここ、ここ全然勝ってないよ。1400、いや差し差し、あ、先行先行でいこうか。ピザで第 1番人気、ソウルは3番人気。待って、ちなみに、あー、ゲーム配置時間、スマホ会社オマルデスキー、喉仏出てる、こんな名前のやつらに負けたくねえな。なあ、喉仏出てるには負けたくねえよな。頑張ってくれよ。さあどうだ、うん、悪くないんじゃない、距離はそんな長くないか。あ、いいよ、ピザいいよ、ピザ悪くない位置につけてる。おや、お前、お兄ちゃん消えたな。やっぱきついんだな、こっちだと。結構明確な差が出てるのかもな。さあ半分、半分来たよ。ここでいけるかどうか。どうだ、追い込め、追い込め、いや、いけない、いけないし、後ろも来てる、いけ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 、いやもう差が縮まらん。うわー、そうか、あれポニーちゃん、ポニーじゃない、お前もそれ金稼げてないんじゃない、もう。いや、ピザと3個もね、もうちょい能力かけたらいけるかな。そうか、またちょっとしっかり休ませるタイミングか。いや、もうドサンコソウルは、いやいや、あと1600出て、あと1レース1600で稼いでもらって。どうもこんにちは、予想役立てるためピザとサンコの情報を集めに来ました。おや、穴馬の素質がある馬が他にもいますね、これは徹底的に取材しないと。穴馬予想士さんが牧場見学。あれ、この人たちってこっち側来て写真撮ってくれたりとかしなかったっけ。最近全然奥に入ってこないな。奥に行けないのか、通路がないのかな。あ、いや、行ってる、あ、行ってる行ってる行ってる、あ、写真撮ってる、840円、もうちょっと写真代撮ってもいいんじゃねえかな。よし、じゃあ一旦休ませて、そうだな、どうすっかな、1600先に、いや、ピザド3個は明日調教して、先に1600出すか、1600出して、でピザド3個ちょっと調教して、スタミナとか上げるとか上げて、で翌週に、うん、G3 もう一回行こうか。よし、じゃあそれで行こう。あ、お風呂入る、お風呂入る、あタオルも置いて、かわいい、馬かわいい。でも休め方はヒロさん、ヒロさん一緒だもんね。こっちはでも調子も上がるからな。負傷してんの、こいつ負傷してんの、わからんけど。よし、じゃあとりあえず次はドサンコソウルを出します。1600エントリー。いや、ポニーじゃなくてレースは基本こっちで行こう。サチスキア、あれ、まあもう一日休ませるか。そうだ、もう一日休ませよう。あ、でもピザと3個の方が疲れてないな。でもピザと3個はちょっと一旦あのこっちを上げてタフネスマスターで限界まで上げよう。ここ上がったら勝てる見込みは見えてくる。もう少しだったもんな。
もう少しか知らんけど。マックス、ああもうあとスタミナのみだ。ああそうか、もう限界か。10、まだいける。ああでも、ああ記録がない。よし、じゃあもう一日一旦回復させます。よし、じゃあドサンコソウルを1600万のレースに、他は全部勝ってるもんな。よし、1600万で金稼ぎに行かせます。ポニーじゃなくて、あーでも待って、あーでも勝率同じぐらいか。よしで、ピザドサンコは明日と、あ次出れないからスタミナ限界まで上げちゃいたいな。どんぐらい上がるんだ。あーでも結構上がるか、まだいける。あと1回、あと1回だけやって、もうとりあえずやめとこう。あ、大成功、来た。いいよ。よし。あ、マックス、全マックス来た。あー、そうか。ここが限界か。で、ドサンコソウルもそうだな。次のレース、あ、もう12月だから、次出たらもう5歳になるよな。そうだな。もう5歳で引退です。引退というか、もう売却です。え、待って、ピザって今何歳？ 2 歳、まだ2歳か。まだまだいけるじゃん、ピザ。じゃあピザは3歳。次3歳になるから。G3 勝てないかな、ピザじゃ。もう一ランクぐらい。子供作らせた方がいいかな。もうどうせ勝てないんだったら、もう能力もマックスだし、早々と引退させてもいいような気もするんだよな。ねえ、どうだ。まあちょっと考えながらレース行きますか。よーし、来い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 。1600万、さすがに安定して勝てるね。1600万ぐらいだと。おお、大丈夫か。危ねえ危ねえ危ねえ。安定して勝ててんのか分からんけど危ねえ。これで11万。ああ、オッケー。もうでも、引退でいいかな。もう5歳だしね。で、お前はレース G3。頑張ってこいよ。速度と器用さが重要。なだらかなカーブ。1400だもんな。よし。オッケー。で、売却って、高くなってるかな。12万、あんまり高くなってねえな。ドサンコソウル、うわ全然ピザ強っ。でもピザ安いな、なんでだろう。どんどん安くなるんだけど、どうしようかな。こいつ一旦種付けさせてみる。種付けでドサンコソウルをやったら、まあでもそうだよな、ここの能力遺伝因子を結局組み合わせれないってことを考えたら、あーそうだな、いらねえかもな。やっぱ組み合わせてった方が絶対強いってことだもんな。そうだな、じゃあやっぱり引退ですね。馬売却、ドサンコソウル、まあまだいていいかまだ1600ぐらいで稼げるかな。どうか分からんけど。さあピザドサンコが、もうそうだな、ピザドサンコも一旦、そっか一旦レース負けたら子作りさせてもいいか。でもな、何ヶ月かいなくなるのもったいないんだよな、3歳で。だけど G3 勝てないんだったらもういてもしゃあないよな。それこそ1600で稼ぐとかっていうことになっちゃうから、だったらもう次の馬だよな。ちょうど1頭育てるのに1本分ぐらいだな。まあ途中ね、まあ、ちょっとずつカット多めに、もう見たことあるところはちょっとカット多めに入れてこうかなと思っているけど、
さあピザと3個、じゃあそろそろマジで今回ぐらいは G3 勝ってほしいんだけど、いい加減いい加減勝ってほしい。ずっと勝ててない。先行同じやつね。はい、そろそろ勝ってくれよ。一番人気だぞ。能力も多少上げてあるから頼むぞ。はい、スタートはぼちぼちか。さあ G3 行ってくれるでしょうか。先行としては悪くない、悪くない、いいんじゃない。あいつは多分逃げだろう。前の青いやつは逃げだな。だからまあそう、ぴったりマークぐらいにしといて。ただ1600って距離もそんなに多くない、長くないから。そうだね、そろそろ行くか、そろそろ行くか。この黄色い帽子も気になるね。で後ろから追い込み板も来るから、そこも気をつけてよ。さあ来い。後ろの追い込み板が早いけど、いや前の青が崩れないな、前の青が崩れない、前の青が崩れない。マジか、逃げ切られた。うわマジで一番人気なのに勝てねえ。はあ、んだよマジでか。なんでこの馬の特性の詳細か、なんか逃げが得意とかそういうのって見れるか、見れないかな。ジョッキーの方の、いや見れないよな。そ、何が得意とかってどう言ってわかるんだろう。ないのかな。なんかいい機種いねえかな。機種が悪い、機種が悪い。あー、いねえわいいやつ。どうしよう。まあとりあえずドサンコソウルで1600万で稼いでもらって一旦金貯めるか。そうだな。あ、もうこいつ1600万も出れないの。嘘。あ違うよな。お前か、1000万でもいい。よし、ポニーちゃん行こう。よーし、じゃあ、あ待って、70あったらあれ買える。80か、馬ポイント配置替えも絶対必要になるからな、買っときたい。よし、じゃあ一旦、まあ、こいつの1000万はもうカットしてもいいか、勝てるからな。でちょっと次の方針考えとくわ。売却するのかどうするのか。じゃあちょっとレースいきます。よし、余裕の1着だね。うん、やっぱ1000ぐらいだったら余裕で1位取れるな。9万稼げるのもでかいっちゃでかいな。羊飼いもうちょいだな。まあだけど引退させる、売却させるか。でピザと3個、ピザと3個も子供産ませよう。うん、種付け、次の子孫に期待しよう。そっか、新しい血統も出てないのか。これさらに重ねたらどうなんだろうな。 V と SG、 瞬発とか高い。でもやっぱこれだよな、 V がと SG、 これ何、速度と瞬発、これ上げるのもいいな。シャトー系これいくか。これ2個重なった場合って1個消えちゃうってことかな。 V って何、能力、丈夫と根性。あー、これさらに上いくかな。もう1個上があるかな、どうだろう。だったらスタミナとゲート、あーゲートか。 G が根性スタミナ、
速度欲しいよな。だけどやってみるか。いや能力的にはこっちなんだよ絶対に。いやこっちにしよう。もう一個、何何 この画面たまに出るの、何何これ。ああ、よし、じゃあ一旦種付け待ちのしようか。でドサンコソウルは売却ですね売却です。12万5000円で。はい、山田さん、ありがとうございました。次の場所でも元気に頑張ります。 OK、 よーし、というところでピザ編だね。 G3 勝ててないけど、まあ戻ってきたらもう一回 G3 出したいね。いやてか今回全然進んでない、ただ一頭育てるところ見せただけだな。いや戻ってきたからの G3 ちょっと一回やるか。ちょ一旦戻るの待ちするわ。うん、やっぱもうちょい行きたい、 G3 のところもうちょい行きたいからちょっともう一回行くわ。生まれたぞピザトサンコとメタボン系ヒンバ。え、ヒンバ、あこれヒンバか。よくわからなくなってきた。まあいっか。でピザ、ピザ、ピザ頑張って。ピザもすぐレースだよ。 G3 いくよ。大丈夫でしょ、体力残ってるでしょ。体力使ってきちゃったかなピザ体力使ってきちゃったかな。いやもうお前練習したところで能力上がんねえんだからいいけどね、別にそれやらんくて。能力上がんないでしょもう。これだからあんまり上げすぎたらもったいないのかな、特別で。あ待って、コインあるから研究室配置外研究しとこう。これを研究することによって何かアンロックされて次のなんか覚える可能性もあるもんな。よし、今回は G3 攻めて1回は勝ちたいのよ、勝たせてくれ。さあ梅の実ステークスろ、ステークス行くぞ。一番人気だよな多分。ちょっと先行から変えてみるかな、サシとかに。いやだけど先行が勝ちやすいってなんかで書いてあったよ。もう一回先行で行ってみるか。頼むぞ、勝ってくれ。一番人気なんだよ、勝ってもいいんじゃないねえ。マウス邪魔だな。よし、能力はもうマックスだからこれ以上上がらないしな。もうこれで勝てなかったら勝てねえんだよな。一番人気、まあそうだな、馬の能力とか体調とかもあるからあれだけど、2回連続一番人気だったら勝ってもいいような気もするけどな。ギリギリでいいんだ、なんせギリギリでもいいから1着取ることが重要なんだ。ピザ頼むぞ、場所悪くない。さあここここ粘れ粘れ、後ろが速い後ろが速い後ろが速いピザピザピザ、いや何着 ?1、2、3。 いや勝てないね、仕方ない。建築から配置が選ぶと既存の施設と違う場所で配置ができますよ。よし、こいつの名前はメタボボン。急にメタボボン、あメタボンが強くなっちゃった。うわー、ドサンコの血を強くしてほしかったけどな。よし、じゃあ今日のところは G3 獲得ならずということで不甲斐ない結果ですけど、次回はメタボボンの方ね、ドサンコシリーズからちょっと離れちゃいましたけど、こっち側の方の馬をやっていきたいと思います。あれどこ行った、こっちだ、メタボボン。もう3代目だね。よし、ということで次回はメタボボン教育編、教育編成長編やっていこうと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。